マリファナ専用の喫煙所です。はい、はい、最近はヨーロッパはちゃんとホステルに泊まってるんですけど、野宿しないで。そのホステルって10人部屋とか8人部屋とか共有で寝るところを言うんですけど、ヨーロッパはそれでも結構、日本とかだと1泊3000円とかからあるんだけど、今僕が泊まってるとこ、普通に昨日とか泊まったとこは1泊8000円とか1万円超えるとこもあって、ドミトリーでも。ただね、今回めちゃくちゃ格安で、見てこれ、こんな感じで、今誰もいないんで撮影してるんですけど、ドミトリーってこんな感じなんですよ。で、今回ここなんと超格安で、普通どこもやっぱ8000円からとかだったのに、なぜかここだけ4000円台だったんで、急遽俺はここを取って、今日野宿しようかなと思ってたんですけど、あっちいな、おい。急遽ここを取って、泊まらせてもらいました。で、このホステルめちゃくちゃ、オランダ、アムステルダムらしい、すごい施設というか部屋があるんで、ちょっとだけ行ってきます。紹介していきます。今はね、誰もいないんで、見てください、この、ここね、こんな感じで、一部屋、窓が開いてて、こう、自販機とか、電子レンジとかあって、基本的にベンチがあるんですけど、ここ、何が面白いかって、これです、見てください。これ喫煙所なのにノータバコって書いてあるんですよ、ここのこれに。俺はどういうことと思って店員さんに聞いたんですよ。喫煙所って書いてあるのにタバコダメって、何なんですかあのスペースはって聞いたら、タバコはダメだけどマリファナだけ OK な喫煙所だ。まあ喫煙っていう意味では、まあ、確かに正しいから言ってることは。だからここはね、今俺がいるのはマリファナ専用の喫煙所です。ほんとマジで国によって、まあもちろん合法なんで、こう文化が違えばこう場所も変わってきて、すごいいろいろね、衝撃を受けてます。アムスに来て。なんか衝撃を受けてるっていうか、こう、こんなのあるんだみたいな、めちゃくちゃ思うのが、ここ、オランダ、アムステルダムです。で、まあそのマリファナスースがないとか、いい悪いとかを、そういう話は置いといて、こういうね、文化もあって、こういうところで人が暮らしてて、人が生活してるっていうのを、学べるいい機会でした。たまたま泊まったホステルがこんな感じだったんで、急遽動画を回しました。はい、最近こんな感じで、あんま編集をバーってたくさんやるんじゃなくて、こんな感じで Vlog みたいな感じで、ヨーロッパの報告をしてるんで、日本帰るまでもう少し楽しんでいきます。はい、では